本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。イナリサーチは非臨床試験事業、環境事業をしている会社です。急騰した理由は、新日本化学が完全子会社化を目指して TOB を実施すると発表したからです。セキュアはセキュリティソリューション事業をしている会社です。急騰した理由は、ヤフーへの導入事例を公開したからです。サイバーステップは、ネットワークエンターテインメントソフトウェアの開発、分散ネットワークライブラリ、3D グラフィックエンジンの研究開発、オンラインゲームサービスのライセンス及び運営をしている会社です。5月30日ぶりのストップ高となりました。急騰した理由は、新株予約券の行使状況を発表したからです。日水製薬は、医療機関、研究機関向け媒地、診断試薬類、産業関連施設向け媒地、産業試薬類、人細胞を含む生物細胞、組織の培養、保存または検査に用いる媒地、試薬等の製造、販売並びに輸出入などをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、島津製作所が完全子会社化を目的として TOB を実施すると発表したからです。東京通信は、インターネットメディア事業、プラットフォーム事業、インターネット広告事業などをしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、エンターテイメントコンテンツを企画、開発するオーバースに出資したと発表したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。